ケーってのがあるんだろうけど、そこに着いた時何感じるかなっていうのは。あなたからのお手紙が旅のルートを決めます。緊急地震速報です。エピソードの写真とともにお寄せください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。最強2トップ4月から NHK の衛星放送が2つのハイビジョンチャンネルに生まれ変わります。 BS プレミアムは本物志向の教養娯楽チャンネル、 BS1 は国際情報とスポーツ、2つのチャンネルで生まれ変わる NHK の衛星放送。4月からの BS1 のラインナップは、世界中で今起きている出来事、そしてスポーツが盛りだくさん。注目はニュースワールドウェーブトゥナイト。4月から始まる BS1 のニュースワールドウェーブトゥナイト。刻一刻と入る世界の最新情報、そしてニュースの背景も徹底分析。ワールドウェーブトゥナイトを担当するのは河野健二と鎌倉千秋。海外経験豊富な2人が世界のニュースをお届けします。ワールドウェーブ4月1日スタートです。大きく変貌しつつあるアジアを早く深く伝える番組がこちら。月曜から金曜の国会中継の途中ですが、地震津波関連の情報をお伝えします。今東京のスタジオも揺れています。東京のスタジオも揺れています。緊急地震速報が出ました。宮城県、岩手県、福島県、秋田県、山形県に緊急地震速報です。また今東京渋谷のスタジオも揺れを感じています。東京渋谷のスタジオも揺れています。強い揺れを観測した地域の皆さんにお伝えします。落ち着いて行動してください。揺れが収まってから火の始末をしてください。まず上から落ちてくるものや倒れてくるものから身を守ってください。現在東京渋谷のスタジオが大きく揺れています。東京渋谷のスタジオが大きく揺れています。建物の倒壊や山崩れ、崖崩れの恐れがあります。上から落ちてくるもの、倒れてくるものから身を守ってください。今東京渋谷のスタジオが非常に大きく揺れています。東京の渋谷のスタジオが大きく揺れています。上から落ちてくるもの、倒れてくるものからまず身を守ってください。揺れが収まるまでしばらく安全な場所にいてください。揺れが収まってから火の始末をしてください。 NHK では新しい情報が入り次第お伝えします。テレビやラジオのスイッチを切らないでください。午後2時46分ごろ、東北地方で強い地震がありました。震度7が宮城県北部です。震度7が宮城県北部、また震度5弱が山形県、震度6強が宮城県中部、福島県中通り、福島県浜通り、茨城県北部、震度6弱が岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部などとなっています。いるのは岩手県、宮城県、福島県です。海岸や川の河口付近には絶対に近づかないでください。次に津波警報が出ている沿岸です。北海道太平洋沿岸です。今津波警報が出ているのは北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、茨城県、千葉県九十九里外房、伊豆諸島です。いずれも2メートルから1メートルの波が到達すると予想されています。もう一度大津波警報の出ている沿岸をお伝えします。岩手県3メートル、宮城県6メートル、福島県3メートルです。大津波警報が出ている海岸や川の河口付近には絶対に近づかないでください。そして津波が観測されています。失礼しました。津波の到達予想時刻と高さをお伝えしていきます。大津波警報が出ている岩手県はすでに到達と推測されています。予想される高さは3メートルとなっています。同じく大津波警報が出ている宮城県は午後3時、予想高さは6メートルです。
また福島県は午後3時10分、予想高さは3メートルです。海岸や川の河口付近には絶対に近づかないでください。また海岸付近の方は早く安全な高いところ